ハスナ・ベンハシハスナ・ベンハシは、モロッコの女子陸上競技選手。2004年アテネオリンピックの銀メダリストである。マラケシュ出身。ベンハシは、19歳だった1997年に、アテネで開催された、世界選手権の女子800メートルに出場。この時は準決勝で敗退している。しかし、翌シーズン以降力をつけていき、1998年の、 アフリカ選手権の800メートルでは、モザンビークのマリア・ムトラーに次いで2位。1999年の世界室内選手権でも5位という成績を残している。2000年のシドニーオリンピックの年、ベンハ氏はアフリカ選手権800メートルで1分59秒01で優勝。しかし、オリンピックでは、 1>, 1分59秒27で決勝出場選手8人中最下位の8位に終わっている。ベンハ氏は翌年2001年3月の世界室内選手権の1500メートルで4分10秒83で優勝を果たす。同年夏は三級のためレースを中断、同年12月に出産。2002年8月のアフリカ選手権で競技に復帰し、1500メートルで3位。 翌2003年の世界室内選手権の1500メートルでは8位という結果に終わっている。2004年に大会連続のオリンピック出場となったアテネオリンピックでは前回と同じ800メートルに出場。ベンハシは後方からレースを進め、500メートル通過時点で最後方に位置していた。ここから徐々に前のランナーを捉えていき、第4コーナー出口で5位に浮上。 ここからさらに前の選手を抜きにかかり、3位まで浮上していたベンハシは残り2メートルでムトラを捉え、後ろから襲いかかってきたスロベニアのヨランダチェプラクと同タイムでゴール。写真判定の結果ベンハシは銀メダルを獲得した。ベンハシは5日後の1500メートルにも出場したが、決勝進出者中最会の12位に終わっている。 2005年のヘルシンキで開催された世界選手権でも800メートルに出場。キューバのスリアカラタユドに次いで2位となり、世界選手権でも銀メダルを手にした。翌年の2006年の世界室内選手権の800メートルでは、ムトラ、ジャマイカのケニアシンクレアに次いで3位となっている。2007年の大阪で開催された世界選手権でも後方からレースを進め、 ラストスパートで前方の選手を追い抜きにかかるレースを見せ、ケニアのジェネスジェプコスゲーに次いで銀メダルを獲得した。2008年北京オリンピックでも銅メダルを獲得した。ありがとうございます。